五穀谷村か町か、ここでなんかいろんなものを買ったり売ったりできるのかな。ここは倉庫っぽいな。ここはなんとか持てかな。なんだこの集団は。なんか売ってないかな。なんか売ってないですかね。空腹。あいつらこういうの好きだな。なんかないか。なんか売ってないか。売ってないっぽいな。店ないかな。宿場。お、いたいた。とりあえず物売ろう。どうすかな。ボーヤー、ガマラ、ムシット、ド、フリカ。嫌いな割り替える、ホニオンと替える。この辺売っちゃうか。待て待て。嫌いな割りだけ残しとくか。ボーヤー、ガマラ、ムシット、ド、ゲイザー残しちゃった。ホニオンと替える。はい。結構金なくな。で、何売ってるわけ？あ、身軽の腕とか売ってんの。なるほどね。じゃあ、保存と回復を買うかな。そんなに保存あっては意味がないような気がするんですけどね。ま、こんな感じで行ってみますかね。食料は今のところ十分か。よし。じゃあ、こういう感じでやってみようか。よし。行くか。こっちかな？はい。まだ半分も生きてないんだよな。これ9階か。回路があるな。大きなおにぎり。大盛りの回路。これはいらないか。弱虫は出しっぱなしでいいか、ここだったら。ここだったら落とし穴があったとしても敵だ。1枚な。あ、これはまとめてダメージを食らいそう。ライバル。なるほど。なんか味方がいっぱいいるからね。これはいいんだけどね。あー、嫌な奴がいる。まあ、いっか。あ、結構攻撃力高いな。ああいうのとは通路で戦いたくない感じだわ。お、やっちまいな。ナイス。いいぞ。結構強いな。馬武者いいね。強い強い。はい、なんか喉かですね、ここ。売るんか。お、そうとした。力の種。よし。これは？姫武者の箱。これは結構いいんじゃないか、これ。装着したりすると。はいはい。ミノグの鎧に包んだ姫武者は戦国武者のゴーストです。姫武者系では一番弱く、刀で首つけてくるだけですか。倒した後、無念を晴らせない魂が亡霊武者となり、手を蘇ります。亡霊武者は、他の敵に取り付いてレベルアップさせます。この記念武者の歴箱は、その能力を忠実に再現し出てくる亡霊武者は敵となります。あ、そうなんだ。そうなんだ。そうだ、忠実に再現しなくていいんだよ。やっぱりね。あ、HP 回路ゲットした。やっちまいな。ぐはー。
せっかくだ。踏む。ステージがやるとこれができるといいですね。はいはい。HP 回路を、ちょっと待った。こっちじゃまずいか。HP 回路をこっちつけるか。入れる。はい。HP が増えた。157。これはいい。毒が拾っとこう。右から来るんだから。どうすればいい？っていうか、ちょっとジンパチ邪魔。まあいいや。なんか自分に一発食らっちまったが。あ、これで全部。15本。よし。あ、嫌なやつがいる。嫌なやつがいるわ。よし、いいぞ。馬の車いいですね。なんかかなり活躍してくれますね。ふほー、ふほー。やめろー。よし、じゃあ HP を回復して次行きます。うわーい、平時が よし、よし行こう。はい、10回ですね。ちょっとここで一旦録画切って休憩いただきます。はい、じゃあ続きやりますかね。あれ仲間が一人多いと思ったらはいはい、なんか下の方にもう一人平次がいるけど、よし、それと撃退してくれ。で、アイテム確認か。これはなんだ？ HP 回路。鈍足か、いいね。鈍足。あ、これ保存持ってたんだ。すっかり忘れてたわい。はいはい。これは？成仏回路。あー、そっかそっか。いいか。置いとくか。置いておこう。そうか。こうか？ダメか。しょうがない。よし、やってくれ。おい、どうしたお前ら。まあいいや。こっち戻しちゃうか。今、なんだっけ。説明。あとスロット1個なんだな。そうか。そうか。HP 回路どうしようか。これに入れとくか。よし。じゃあ、鬼面武者も育てていこうかな。じゃあ。馬武者も出してと。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。やってしまえ。あ、ダメか。おっと。よし。大丈夫かな？まだ HP150 もある。さすが。何？チキショウ。なんか頑張ってるな、ジンパチ。
棟梁頑張ってますね。あ、階段めっけたが、もう少し探索しようか。アイテムはないかな。あ、木の矢か。音と兵の箱いらないか。左の方確認できそうですけどね。まだなんかありそうだけど、いいや。で、じゃあこれを戻してと。ん？駅箱回収されてませんって、あとなんかあったっけ？いいよな。いやいや。あ、さっき投げたやつか。そっか。投げると発動するんだっけか。なんかイベントか？お、なんだこいつ、何者だ？ここに来るまでに田んぼを見たろ。そこはかつて一面の焼け野原だったことがあるんだ。そんな光景想像できるか。あいつの仕業だった。あいつの雷が全部。何者だこいつ。おお。ん？どうした？あ、そうなんだ。意外とは余計だ。あ、なんかアスカ可愛いよな。アスカ可愛いわ。そっか、幽霊は苦手か。俺ね、結構ね、怖い話が好きなんですよ。やっぱ女の人って苦手なんですかね。怖い話。女の人の方が、あ、平次を巻きそうに。あ、やばい、平次がやられるかもしれんな。平次大丈夫かな。なんか女の人の方が怖い話好きっていうイメージがあるんですけどね。なんか、勝手なイメージなのかもしれないですけど。牛若丸の箱か。記念武者出しちゃうか。少し鍛えた方がいいかもしれない。あんまり鍛えらんないな。あ、これは良くない。しかし仲間がいっぱいいると、それなりに楽なのかもしれない。あ、まずい、誰かやられた。あ、まずいぞ。あ、馬虫倒された。あ、まじい。まじいな。ここに来てまずいことになったな。記念武者。馬虫はどこ？あ、やっぱりサンダーランスってのがいるんだ。矢はあったな。あ、ちくしょう。馬虫がやられたか。こいつな。では、棒にやって倒すか。どうするかどうするか。あ、ダメか。しまった。押すんじゃなくて装着すればよかったんだ。なんで押しちゃうかな。無駄なことした。入れ替え。で、あとは、あと矢でも使えば倒せると思うんだけど。
音速があるけどな。音速使わなくてもいいか。よし。やれやれ。ウマムシどこ行った？ウマムシの箱が、どっかに落ちてると思うんだけど、倒されたってことは。どこ行っちゃったか。平時残ったんだな。ああ、嫌な奴がいるな。来い。バリ。まずったな。まあいいや、これと交換しよう。あれは誰だ？あ、ウマムシャじゃないか。ウマムシャ残ってたんだ。そうなんだ。そっか。あ、じゃあやられたの誰だ？ジンパチか。ウマムシャが残ってれば全然いいや。じゃあちょっとこれ、戻しておくか。では、記念武者と交換かな。はい、押すと。よし、ちょっと大事にしていこう。馬武者はね。あ、記念武者か。よし。お、これは発見。受け流し。拾ったか。これどういう、まあ、モンスターからの攻撃を受け流して自分の周囲8マスにいる他のモンスターへダメージを与える。あー、なるほどね。持っておくか。使い方難しそうだけどね。よし。はいはい。では、左下をちょっと探索して、次行くか。あれ、なんだっけ？あ、そっか、捨ててったやつだね。おっと、頼んだ。よし。じゃあこの上ね。じゃあ次行くか。何？よし、大丈夫かな？まだ大丈夫そうだな。よし、行こう。うおぉ。よし。HP 回復、おっと。ライブサテン。おぉ。どうするか。何と交換するか。あ、てか、保存が余ってるじゃないか。ちょっと飛びでも入れとくか。よし、行こう。